どうも、TF 団の F です。TF 団の T です。さて、中津市ヤバ系編8、今回が第2回目です。前回、いつも通りヤバ系方面へと探索に繰り出した TF 団。新たな道の探索計画もあり、期待に胸を膨らませました。そんな中、F に新たな疑惑が浮上。必死に否定しつつ、1本目の林道を目指します。果たして、今回のヤバ系探索では、どのような発見があるのか、早速続きをご覧ください。それではどうぞ。いや、バレてねえの音を犯してねえのは違うけど、なんかしらやってるやん。ああ、まあ、確かに。みんなやってるよ。2人もそういう罪を犯したことない人いない。なんならお前、スピード違反とか信号無視ばっかしてねえよ。いや、してねえか。じゃあ、ほんと、ほんとしてない。もうそういうの、ほんと、強くない。まあ、いいじゃないか。お前が悪く言われる分は、私はどうでもいいんだよ。だって、ロープレで言ったらさ、はい、俺とか多分最初に出てくるただちょっと強いだけの人やけど、うん、お前は真の悪魔みたいな存在になるやん。街のやつらをたぶらかしてくる。そう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 、本性を表すブラーの鏡に映したらとんでもない姿になるやん。ハプスブルグ家みたいな顔してるの。日本にもまだまだそういう世界があるあるよ。田中家うち闇抱えてる。高いじゃん。軽トラに突っ込んでくるお前のお父さんのこと忘れてねえぞ。なんで真横のハンドル切ったのこの人と思ってブルブルブル。確かに闇を感じる。あれ闇感じる。この家に入るためのあの狭い道を抜けてこれる男がさ、そんなところで当てるみたいな。確かに、まあ、あれもやっぱ思い込みよね。なんかそこに車がないだろう。いや、だってさ、真横やって。なんなら乗る時の方向に見えるやん。そう、あんな目立つ軽トラがさ。あれをなんかもう思い込みでなかったことにできるって言ったら大したもんよ。記憶なくしても家には帰っちゃったんだけど、ああ風呂入り入っとったら、ああいきなり奥さんから、ああちょっとみたいな感じで、来てみたいな感じで、で行ったら、部屋にうんこがあって、トイレと勘違いして、やば引き出し開けてうんこしてた。やべえよ。ちょっとこれ内緒、内緒な話。内緒。ちょっと内緒。内緒。もうやばいな。顔オフレコ。うんこだけでしょ。ショーもしてるやん。ショーしてたかわからないけど、うんこはしてる。いや、うんこだけでなかなかないだって。まあ確かに。で、大体セット。うんこするとき大体セットに出てくるやん。大体セット。しかも酒飲むと結構正面出そうやん。ああ。記憶なくすまで飲むってやべえ。いや、それを見てもさ。酒よりタバコがって話になります。冷静な判断はできてないわけや。タバコ吸ってうんこもらった。いや、もらったんや。この動画見たりしてない。いや、お前の教えたけどな。え、
ブーディエイジさんの力が分かるし、一番面白い話をカットする。これはムービーエイジだってどうする。まあそんなね、うんこの話はいい。爽やかな時間入ってきましたよ。いやもううんこに全てが負けるわ。そう考えるとタバコなんてまだいい方です。座るやつの前で座っていいだけの話やな。そう。いや俺思うよ、心身健康を願うのであれば、はい、禁止しろってやつなんですよ。そうです、わかる。危険なものとして、いやいや、そうそう、そんだけ隔離っていうかさ、追いやろうとするのであれば、はだったら禁止したらいいんじゃない。買えなければね、買わない、買わない。そう、闇タバコでも買っとけって話です。そうです。良くないとか言いながらこう薬を売ってるって。いや、増税して対応するとかさ。そう、どんだけ汚ねえやり方してんじゃん。なんならもう酒もセットでいいよ。そう、こんな飲めないね。お酒はなんかこうね、しみけてるから。そう、いやお前らもうゆくゆくはこうなるんだぞって。震えて眠れ。酒はなんかこう趣味としてこうたしなむ理解が得られてるから。でもさ、タバコをたしなんで人殺さんけど、酒は人殺すけど。そう、むしろ落ち着く。やべえな、お前。え？落ち着く。やっぱこう、ね、ゆっくりすることに。もう言う、その割にはお前、すぐ早く。吸引力やばくない？ふわふわふわって。しかも根元までガッツリ。いや、もうやばいよ。あれやめた方がいいよ、毎回言おうと思うんだけど。なんだ、もう火が消えてまで。いや、もう、病気やで、ね、あれ。俺より後に吸い出したくせに俺より燃焼早い。すごい知ってるよ。吸引力がすごい。すでにチパ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 チやってるやん。なんだこの道すごい。ここなんか思ったより結構長い。寒いよ。エロいよ。この先に金次郎があるはずだ。わあ、新緑のアロマやな。いいね。旅。よし、これをやる。おお、そう。ずっと飲めて帰っとくよ。この間走った道。あ、そうよ。はい。これのちょっと右側の脇道が結構良さげだったんで行ってみようかな。風が揺れて。涙浮かんでる。俺はうこ話聞かされる。てんてんてん。これ？こことか、そう。もう気になる。行ってみましょう。そう、大勢やスネークやスネーク。あったかくなったもんな。久しぶりに殺し屋見た。殺し屋見た。久しぶりの殺し屋がなかった。結構続いてる。そう、おお、またヘビおった。え、今カーブの中間のところにヘビおった。ちなみに言うけど、木の棒やってたよ。いや、あのクレーやってたの。はい。いや、あれ木の棒やってた。いやいや、俺が見た感じ木の棒やってた。ヘビだと思うな。いや、ヘビじゃなかった。お前が言った声を発したところで俺もう真ん中の方を見とったんやけど、あ、木の棒あるなと思って。通り過ぎる見たけど、やっぱキノコが残念だったな。キノコにビビりやがった。なんもね。浮いてる。効率結構高い。どこ？見て見て見て。そんなルートが。人間頭を使わねえとな。
何これ面白い。怖い。あれ。ラララララララ。言葉にできない。え、そこ行けれんの？あー、行けれるけど。メリットない感じ。なさそうやね。なんか。いやいや。じゃあ、ヘビかどうか確認しようや。そう。動いてねえけど。いや確かに、ま、間違いなく動いてない。確かに生き生きとしてる感じはなかった。たずんでる感は。いやだってあんだけギリギリ走ったり逃げようともせんから。ああ、木だからね。逃げる必要もないからね。いや頼む頼む。ヘビだ。木やったら、うん、ちょっと帰りゲオでプレステ5買ってくれ。いやあれ木やったな。ご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントもよろしく頼むぜ。それでは皆さんお疲れ。